眠い。マリン。いやもうまだ4時50分。ああやんだな。昨日ベロ降ってたけど、雲はどうかな。倉岡さんたちの選考隊はもう昨日登場して今日帰ってくるんで、カルステンさん飛行機が左右しますね。今日はカルステンツ見えるんですけど、現地はすごい強い風だってと、雪って言ってました？雪か、雪と強い雨。今日はいつにもなんかすごく見えてるのにな。ダメなのかなこれ。カルステンツがこんなに見えてること初めてぐらい見えてるけど、まあ確かに若干雲、全体的に雲だけど、いけないのかな。まあ一度行ったら5000ドル、50万ですからね、引き返してきたら。それを人数分で割る、毎回5時に起きて、毎回っつってもまだ3回目ぐらいか。5時に起きたのは2回目か。空港は3回目。今日もクローズ。今8時17分。もう完璧に山も見えなくなっちゃった。朝は見えたんだけどね、まあ、飛べなかったのかな朝。ベルトコンベヤーがこんなちっちゃい。あそこから出てる、うん、なんかちょっとアートっぽいですね、動いてると。闇の、闇かわかんないけど、すげえ、闇かわかんないけど、カルスバーグをワンダンス、カルスバーグをワンダンス。あ、24巻か、24巻。あ、そうかそうか、うん、ステンツのためにヘリを待って何日か経ってるんですけど、パパですね、パパニューギニア。ここ今日はなんか軍隊さんみたいな方が多いですね。その外に軍隊さんというか、軍隊さんをつけるのがよくわかんないですよ。この町は何だろうな、軍とその要は軍に反対するテロじゃないんだけど方といらっしゃるみたいで、このま、そんな雰囲気あんまりしないんですけどね、まあ、ホテルにいるだけなんで。とにかく明日飛べることを願ってますが、実はこの何もやらない時間にもうめちゃめちゃ Kindle を読んでて、 Amazon Kindle とか、まあ、情報収集を全然してなかった最近。これから、まあ、本気で宇宙を目指す中、どうやっていくかが全く想像できてないんですけど、まだ自分ではやっぱ主体的にオリジナルでいきたいなと思ってるんで、今回は以前はそうじゃなかった、まあ、そのためのアイデアを練るのにすごくいい時間になりました、というかまだ明日行けるか分かってないんで、なりましたという過去形ではないんですけど、なってます。とにかくいい時間だな。人間万事採用が馬ってやつですかね。まあとにかく明日でも行けて登れたらいいですかね。めっちゃゴルフクラブ、めっちゃリゾートのすんごいいいとこ連れてきてもらいました今日の夜は。いやめっちゃいいやん。なんだここ、こんなとこあるんならずっとここに泊まってたいぐらいだな。お金出しても、いやちょっと待って、お金出してもっていうのは嘘かな。ゴルフクラブ別世界、すごいですね。別世界じゃないですか、いいな。ああここはいいや、すんごいなこれ。さすがゴルフクラブ、お金を持ってる人しか来ないんでしょうね。
チェス。